女子の 400m リレーです。この種目日本は6回優勝を飾っていますが、今大会は非常に苦しい戦いになります。2コース中国、3コースのリディア・デ・ベガを持っていますフィリピンは棄権しました。4コースは韓国です。アンカーがパク・ミソン。5コースはインドネシア。6コースは日本です。小西、磯崎、原、北田のオーダー。ベテランの小西からスタート、若い北田がアンカー。7コースはインドです。 PT 宇社はアンカーです。そして短距離得意のタイが8コースです。フィリピンが残念ながら棄権しました、はい、レース展開としてはどうでしょうか。そうですね、タイとですね、中国とそれからコリアと、はい、それと日本でしょうね、これを中心にレースは進みます、はい、予選がありませんで決勝一発ですからね。そうなんですね。インドは7コースです。日本は6コース。2コース中国、4コース韓国、5コースインドネシア、6コース日本、7コースインド、8コースタイ。アジアの最高記録は45秒07、日本記録45秒13です。3コースのフィリピンは棄権しました。日本は 100m で誰も決勝に残れませんでした。フライング、6コース日本の小西です。小西がフライングをしましたが、なんとなく気持ちが分かりますね。それとですね、韓国の選手がちょっと位置につくのがですね、非常に遅いですね。なるほど、もう少しこう早くついてもらいたいですね、まあ、日本のこのオーダーの並べ方は、はい、ベテランの小西、まあ、スタートの上手い小西から並べていますが、これはどう見ますか。そうですね、まあ、順当なこう組み合わせだと思うんですけど、はい、ただあの 100m で決勝に2人とも残ってないということ、そういうことの一抹の不安は確かに残っております。そうですね、はい、そしてアンカーの若い北田さんがですね、どうもあの 100m の走り方に ね不安が残りますね、はい、日本は一走は小西です。アジア大会5回目のベテラン。日本は前回この種目に優勝を飾っています。過去アジア大会6回優勝からを飾りました日本としては、今年は非常に苦しい布陣で臨んでいます。小西、磯崎、原、北田。1回フライングがありました女子の 400m リレーの決勝です。日本は6コース。4コースの韓国もメンバーは揃っています。チャレオスタート。今度は今週はさほどいいスタートではありませんでしたが、ここで加速します。ほとんど並んでいます。今週頑張っています。2走は磯崎にバトンが今渡りました。日本転倒しています。アウトコースのタイ、タイがリード、タイ大きくリードしています。日本現在転倒している。さあバトンパスは第3走者は日本は原です。原スタート。タイが先頭、韓国追ってきた。インド遅れている。インドアンカーウシャ。タイが先頭スタート。タイ先頭、中国出てきた。中国先頭に立った。中国先頭、タイと並んでいる。タイ追ってきた。日本懸命に追っているが遅れている。中国1着でゴールイン。続いてタイが第2位で入りました。第3位韓国、日本は5位に落ちました。インドは遅れまして、さすがに宇社の力を持ちましても最後追い込むことはできませんでした。手元のタイムでは44秒79です。中国はアンカーにこの26番をつけております。電力梅、100m で6位に入った選手です。さあスタートからもう一度、やはりこう総合力からすると、はい、中国のが、まあ、あの上ですね、はい、いずれにしろそういう予想のもとに私は見てたんですけども、それにしてもあの
タイがですね、はい、非常に前半好走しました、はい、タイは飛ばしました ね、 ねこの段階では日本の小西さん検討していますので、ねはい、ほとんど並んでますよね、はい、それとですねバトンをこう一つ一つの部分で見ていきますし、はい、非常にこう詰まってるわけですね、ですからまあお互いにトップスピードに乗った段階でバトンの受け渡しをされないと、これが記録というものはあるいは勝負というものは決まってこないわけです。インドが大きく遅れて先頭争いは一番向こう側の左の8コースのタイと一番手前の中国、中国がここで上がってきましたね。そうですね、今タイと中国ですね、はい、タイと中国がほとんど同じにバトンパスをしております、はい、そして中国第3走者が頑張りましてぐんぐん上がってきました。日本はやはり第3走者の腹のところでちょっと落ちましたね。各国ですね、第3走者にかなりいい選手を揃えてきたね。そうですね、はい、そしてバトンパスの段階で中国がトップに立ちました。中国とそしてタイの争いになりました。そして3位に韓国が追ってきます。これだけ離されたら、はい、ちょっと今の韓国のチームはちょっと難しいですね。結局日本はこの種目に優勝を飾ることはできませんでした。前回の優勝の日本敗れました。優勝は中国、中国はこれでメダルの数が93になりました。